飯をなんであんな食うのよ。あの意義ありで、意義あり、なんだと思ってるの。飯食ってたじゃないかなって。品川、新横浜、その他豪華駅に泊まります。ごまかしてるし。はいはい、二の方、はいよ、せいせいだ。その方、二の方、ちょっと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 鼻にかかった。すごいです、私。え、4の方。ちょっとこれだけなってるやんか。その何て私だけと思ったこと。はい、西野、何かあんの？すごい弱い、弱いんです。太った鳩見るのがすごい好きなんです。いや、それ変わってみないよ。それ面白いぞ。可愛い子ほとんどいないんだ。お、そうだよ。あと、まあ、ここメンバー全員だけど、全員だよ。あの、ちょっとニヤッとしてるけど、エリカ様、何ちょっと笑ってんすか。嬉しかったの。話したらそうなの。トーク番組とか出た時にこういう空気になると思うの。しけた空気ですか。しけた空気。ちょっとね、まあ、歩いてたら鳥のうんこが俺の足だけついてたとか、そういう感じで恥ずかしかったな。もうそんなの日常ちゃん。いや、あります。それぐらいは、あれ今日しけてんな。ダメだよ。日村さんのことさ、男として見れる。いや、見れない。いやいや、ちょっと待って、じゃあそっち向くぞ、俺。そっち向くぞ。そんなこと言われたら笑っちゃうかもしれない。悪口ぶっこんじゃった。あります。あるだろうが、もうちょっといいところよ。言えよ、お前のことは。なんだこれ。やれよ、ちゃんとよ。いいところだ、山手線。いいところだ、山手線。呼んだ方がいいんじゃない。なんて言ったの。なんでお前ほくろばっかり言うんだよ。またほくろ言ったの。多くの習い事に通い、多忙な小学校時代を過ごした桜井。その頃の楽しみは、大好きな母とショッピングに出かけること。面白写真撮ってんの。あいつがあのその後にあの学校全体でキャンプ行くんだけど、その行きのバスでうんこ全部漏らす。ジャージのまんまね。お寿司カプってこう一口でいける。お寿司。お寿司はいけます。お寿司はいける。はい、いいよ、好きなことやっていい。誰？足元じゃん。ラッドウィンプス。なんで？あとジュディ&マリーとか。ああ、知ってるよ。そういうの言えよ。そういうの言えよ。言えよ、お前。危ねえ、もうクソジジイみてえじゃねえか、俺ら。赤いのを巻いてる子たちが、日村が若干苦手な人だ。特に全ですね。全ですね。特に全ですね。ドッキリですね。外、の方先週調子悪かったけど。はい。オッケーです。大丈夫です。治った。はい。どんだけって言って。どんだけ。おでこに手、おでこにちゃんとつきあい。おい。キムロック。ボーイスタート。ボーイ世代ですか。ボーイスタートじゃなくてボーイスタート。さあ。はい、スタートです。ですね、痛いとこ思いっきり言ってください。よーい、スタート。白石だけど。白石。はい、終了です。
え、もう取れちゃいましたけど激しかったです。激しかったです。これ何なら仕込みなの？シルエットナナリン。え、何何してんの？一人でお買い物してます。マジで？すごい。はい、最初はグー、ジャック、はい、あ、ちょっと、はい、グーしてもかった。ジャック、はい、あ、ちょっと、はい。最初はグー、ジャック、はい、あ、ちょっと、はい。料理ということでね、はい、どうしてもリベンジをしたいという。嘘、あの子じゃないよね。誰ですか？はい、やめて、この子はやめて。実際やってるんですか、料理とか？どうですか？全然あの台所に立ったこともないです。ないんだな。よくそれでその口調で喋れたもんだな。そんであの下のゴミを全部ダメだね。あれも大丈夫です。あの、片栗粉ですか？こんな、はい、気づいたんです、あのパン粉、はい、パン粉が必要だなって。なるほど。よく気づきましたね。そうなんですよ。よく気づき、あれパン粉が見えない。パン粉が見えない。そりゃそうですよ。なるほど。パン粉が見えないのに。どうしてもやれな、なんで？どうしても茶色パン粉。どうしても茶色。まあ、え、なんで笑ってるんですか？味が全くしません。味がないんですね。で最後の方にお酢がすってくる。あ、玉ねぎのかな、玉ねぎのお酢でしょうかね、これ。でも初めてにしては、うん、一品作れたことで満足です。なんじゃそれ。リベンジ成功ということですね。何が成功なの？一足の下駄だったんですよ。下駄？そう、下駄だったんですよ。下駄？下駄じゃなくて草履だ、草履だ。ってことはおばあきだったのかなって。下手くそ。いやもう一番重要なその女の人が出てきたトンネルの名前がさ、お化けトンネル。そうだ、お化けトンネルって言うんですよ。だったらお化け出るんじゃない？そうそうそうなんです。あ、略してバケトンって言うんですけど。